千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックのドクターの林です。今回は舌にできる口腔がんの症状とはについてお答えいたします。まず舌にできる口腔がんの症状になってはくるんですけども、まず触れて痛い、これがやはりありますね。やはりお食事は毎日取られると思いますので、どうしても食べている時になんか痛いな、嫌な感じがするなということがあります。そして口腔がんですので、最初はまあ小さいものになってはくるんですけども、それが急激に大きくなっていきます。ですので痛みに関してもその大きさが大きくなることによって範囲が広がってくるので、痛みの度合いも強くなっていきます。やはり舌にできるもの、これは結構口腔がんの中でもすごく多いものになってはきますので、なんか舌が痛いな、どうかなっていう時に関しては早めに歯医者さんにかかれることをお勧めいたします。